ココビーウェアは、アメリカ合衆国の元プロレスラー。テネシー州、ユニオニシティ出身のアフリカ系アメリカ人。全盛寺は、地元のテネシー地区や WWF を、主戦場に活躍。跳躍力を活かした、空中殺ーと、陽気なキャラクターで、子供ファンの支持を集めた。1978年、ジェリー・ジャレットとジェリー・ローラーが主催するテネシー州。 メンフィスのクアでデビュー。以降も1980年代半ばまでクアを主戦場にベビーフェイスとヒールの両方のポジションで活動。ミッドアメリカヘビー級王座を通算6回獲得し、ソニー・キング、ボビー・イートン、トミー・リッチ、オースチン・アイドル、ジミー・バリアント、ビル・ダンディーらと激闘を繰り広げた。覆面を被り、黒人マスクマンのスタッガー・リー、または、 スイートブラウンシュガーに変身したこともある。タッグでは、ノーベル・オースチンとの黒人コインビ、プリティ、ヤング・シングスで活躍、NWA 圏のダラスやフロリダにも遠征し、1985年2月には、J とマークのヤング・ブラッド兄弟から、フロリダ地区の US タッグ王座を奪取した。1986年に、w WF と契約。 バードマンのニックネームを与えられ、オームのフランキーを帯同して入場する、ショーマン派のベビーフェイスとして売り出される。1987年からは、ブッチリードとの黒人同士の構想を展開し、3月29日の、レッスルマニア3で決着戦が行われるも敗退。以降もヒール勢相手のジョバーなど、主に、ミッドカード専門の前座要員となり、タイトルには、 縁がなかったものの1994年まで8年間に、渡って WWF に在籍した。その間、1991年1月に当時、WWF の日本での提携先だった SWS に初来日。1992年からは、同じく空中戦を得意としていた、ザ・ロケット・応援ハートをパートナーに、 ハイエナジーを結成して、タッグ戦線に進出。ビバリーブラザーズ、マネーインク、ヘッドシュリンカーズなどのチームと交渉した。また、同時期に、WWF との提携を開始した、メンフィスのアスアにも参戦、ジェリーローラーやカマラとタイトルを争った。WWF 対談後は、インディ団体を転戦し、1995年6月には、 ニューイングランド地区の9でグレッグ・バレンタインを破り同団体認定のヘビー級王座を獲得。その後はセミリタイアしていたが2000年代よりプロレスリングビジネスへのスポット参戦を再開。メンフィス周辺のインディー団体にレジェンドとして登場し時折試合も行っている。2005年10月には久々に WWE のリングに上がりヒートの枠内にて ロブコンウェイと対戦した。2008年6月には、ジェイク・ロバーツら WWF 時代の仲間と共に、ティエネにも登場。2009年4月、WWE 電動に迎えられている。WWE 電動入り式典。ありがとうございます。